Hi there! MCS 英会話のノアです、今回は数字の順番や順位または日付などの言い方について練習したいと思います、ちょっと普通の数字と言い方が違うのでよく聞いておいてくださいね、まず1から19までを言いたいと思うんですが、ちょっとその中でも特殊なのが1、2、3と5、8、12が少し特殊になってますので、その部分はよくしっかりと聞いておいてくださいね。ではいきます。よいしょ。ではいきます。 First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth, Ninth, Tenth, Eleventh, Twelfth, Thirteenth, Fourteenth, Fifteenth, Sixteenth, Seventeenth, Eighteenth, Nineteenth。以上が1から19までの順番や順位などでの言い方になります。まあ基本的には数字の語尾に th のっていう音をつけるだけなんですが、先ほど言ったように1、2、3、5、8、12だけ少し言い方が違ったので、そこのところもう一度よく練習してみてくださいね。あと20以上に関してなんですけれども、20は th 以外にもその前にちょっとねえという音を入れます。 20th、 こんな感じです。30、40、50もすべて一緒です。 30th、 40th、 50th、 この要領で f という音を入れていきます。そして、21とか32などの異数字ですけれども、もうこれは基本的に21なら20に1の first をつけて21st、22nd、23rd、このように数字を増やしていくだけです、これらの言い方は日付の時にも使えますので、また後日紹介したいと思いますが、しっかりと練習してみてください。 Okay, so I will see you again next time. Goodbye!